はーい。ということで、今日はなんとアメリカンイーグルが閉まってしまいますね。はい。この間フォーエバーが閉まっちゃって、で、アメリカンイーグルのデニムとかすっごい好きで買ってたんだけど、なくなっちゃうから、ちょっと買いだめしようと思って行ってきました。はい、ということで購入品を紹介していきたいと思います。イエーイ。私はデニムを4点買いました。あとトップスを2点買いました。私が行った時はまだ70% オフになる前の11月中に行ったんだけど、12月1日からは70% オフのセールをやってて、今はもうそれをやってたので、結構なんだろう、サイズとかが結構なくなってきちゃってるから、もしかしたら今から紹介するものはないかもしれないけど、まあ、ちょっと参考程度に見てみてください。それではどうぞ。はい、ではまずはノーマルなデニムを買いました。もともと4990円が 50% 引きだったので2495円でした。まず1本目。次はじゃん、こういうちょっとスキニーじゃなくてちょっとだけ太めで、下の方がこういうギザギザってなってるやつを買いました。クロップフレアだって。クロップフレアパンツを買いました。これがもともとは5990円の値段だったんだけど、それがそもそもセール品になってて、それが3990円にまず値下がってて、でそっから半額で1995円で買いました。これさ、スキニーじゃないのにちゃんとこうストレッチも効くの超いい。すっごい履き心地が良くて、アメリカンイーグルは本当にストレッチがめっちゃ効くからいいなと思ってて、なくなっちゃうのやだーと思いながらいっぱい買ってきました。ということで次。はい、次はダメージのパンツを2本買いました。まず1本目、こちら。これさ、すごくない？すごくないっていうあれでもない、こうダメージが入ってるんだけど、中もちゃんと裏地があって、冬でも着れるダメージジーンズと思ってこれを買いました。これがもともと8990円が、半額で4495円でした。めちゃいい買い物。5000円でこれ買えちゃうんだよ。もうユニクロと一緒だよね。ユニクロ多分それぐらいだよね。そう、すごくない？ユニクロもでも結構ストレッチ効いていいんだけどね。はい、ということで次はラスト。じゃん。この膝だけ、普通にこれは裏地なくダメージが入っているスキニーです。これのほらストレッチがめちゃめちゃ効くので履き心地がいいんですよね。これが4990円だったのが半額で2495円でした。これがまずデニム4本と、その時に一緒に買ったのがこちら。普通にタンクトップで、こういう生地のなんかコットンみたいな、すごいね柔らかい生地のタンクトップなんだけど、これがもう XS か S しかなかったんだけど、意外と試着したら S で大丈夫そうだったから、これを1個買いました。これがもともと1990円だったので995円で買いました。イエーイ。はい、でこれがまずは 50% の時に買ったやつなんだけど、その後70% の時にもう一回行った時に見つけたのがこちら。このカーキ色のシャツを買いました。4490円だったのが 70% オフになって1347円でした。すごい。でそっからね、私ジーンズを4本買ってたじゃん。でそれの前にアメリカンイーグルが閉まりますよってなる前に、もともと1本買ってたのがジーンズパスポートっていうスタンプをね貯めるやつがあったんだけど、それで1個あったから、ジーンズパスポートが貯まりましたよってなって、でさらにその 30% オフのクーポンがもらえてたから、それを使ってなんとこれが1036円でした。やばくない？ 1000 円ぐらいでそれが買えちゃいました。めちゃめちゃ安い。でさらにそのジーンズパスポートが全部たまると、このアメリカンイーグルジーンズって書いてあるポーチがもらえました。今もうあるのかな、そのジーンズパスポート。ちょっとわかんないんだけど、最後だから私は日本で買えるのが最後になっちゃうから、結構お気に入りだったのね、このジーンズが。だからストックしようと思って買った本数なので、ストックしようかなって思ってたら、ジーンズパスポートもし貯まるんだったら貯めてこのポーチをもらえるし、あと 30% オフにもなるので超お得だと思います。はい、今回私は、デニムを4本とトップスを2枚買って、全部でなんと 14,758 円でした。めちゃめちゃ今安くなってるし、本当にアメリカンイーグルのジーパンのこのデニムの素材が本当に良いので、ぜひ皆さんにもこの機会に1本でも買ってみて履いてみてほしいなと思うので、ぜひこの機会に行ってみてください。ということで、この動画を見てアメリカンイーグルに行きたいなって思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。